ドモジェドボ空港でカラス航空のいるマイナス96から300の写真を撮影しているスポッターグループスポッティングは航空ファンが航空機の写真撮影や航空機の動向を追跡する趣味である。またスポッティングする人たちをスポッターという航空機を観測する愛好家は航空機の観測以外に空港、航空交通管制の通信、航空路に関する情報も記録する。 航空ファンは航空機が発明されて以降航空機や航空機を観測してきた。第二次世界大戦と続く冷戦の間、いくつかの国は市民が公安のために観測団または同様の公的機関で飛行機の点検官になるよう奨励した。イギリスは1925年から1995年にかけて運営されていた王立防空監視軍団を有していた。 1940年1月、ザエアプレインスポッターという雑誌が出版された。この出版物には、2010年にリファインされオンラインで、出版された用語集が含まれていた。コンパクトカメラ、一眼レフカメラ、エアバンド受信キラは趣味を大幅に変えた。インターネットの発達に伴い、フライタウェアやフライトレーター24などのウェブサイトは、スポッターが、 世界中どこからでも特定の航空機の追跡や場所の特定を可能にした。airliners.net のような航空専門のウェブサイトやツイッター、フェイスブック、インスタグラムのようなソーシャルネットワーキングサービスではスポッターが目撃した航空機を記録して写真をアップロードしたり世界中の他の人々が発見した航空機の写真を見ることができる。また、 動画を YouTube にアップロードするスポッターもいる。USAF の A-13V2 は、エンジンが高い位置にある点が識別する特徴となる。航空機をスポッティングするとき、スポッターはエンジンからの特徴的な騒音や、ベーパーの数など、航空機の主要な特徴に気づく。スポッターは、航空機のサイズ、エンジンの数やタイプ及び位置を評価する。他にも、胴体に対する、 翼の位置や胴体の形状の違いも対象である。翼は胴体の上、下、または中央に固定されている。また、翼は数によって単葉機、複葉機、三葉機に分類される。垂直安定板の位置や形状も識別のポイントである。また、降着装置の構成も特徴的である。プリンセスジュリアーナ国際空港滑走路。 番号10側の魔法ビーチにある航空機接近の警告他にも速度、操縦席の配置、配色、航空機のシェルエットが他と異なる特殊な部品がある。これらの特徴を合わせることで航空機の識別が可能となる。スポッターが航空機と使用する飛行場のパターンの傾向に精通している場合、航空機のアイデンティティに関する決定が素早くなる可能性がある。 スポッターと撮影者は航空機の特別塗装機を好む。写真はマレーシア航空のボーイング747-400である。スポッターは ADS-B デコーダなどの機器を使用して航空機の動きを追跡する。有名な2つのデバイスとしてエアーナビシステムズレーダーボックスとキネティックアビオニクス SBS シリーズがある。 どちらもレーダーデータを読み込んで処理し、コンピュータ画面上でその動きを表示する。ほとんどのデコーダーでは、特定のルート、または空港からログをエクスポートすることもできる。ミシサガのエアポートロードにあるペトロカナダの向かい側で撮影するスポッター。トロントピアソン国際空港におけるエミレーツ航空のエアバス A380 の最終便を撮影。一部のスポッターは、 航空機の塗装、ロゴ、機体記号、さらに軍用機の場合は、マーキング、国籍マークをメモして編集する。個別の機体を特定できると、農機や製造者の製造番号など、より多くの公表された情報を得ることできる。一般に、ほとんどのスポッターは、特定の種類の航空機、特定の航空会社、または、ビジネスジェット機、商業航空機、 軍用航空機のような航空機の特定のサブセットを見ようとする。一部のスポッターはすべての機体を見ようとしており、フレームスポッターと呼ばれている。モスクワ上空の1万1000メートルを飛行するカンタス航空のボーイング747から400。撮影者は1200ミ、mm、リメートルの望遠レンズとに x のバローレンズを使用して地表から撮影している。他にも、 航空管制用の無線受信、他のスポッターへの情報提供が含まれる。いくつかのインターネットメーリングリストグループが形成され、航空機の飛行状況紹介、緊急事態の通信を支援している。これらのグループの多くは、この種のコミュニケーションを開拓した元のオックスフォード・バックスグループに由来している。航空ファンは、普段と異なる空港を訪れたり、得意な航空機を見たり、 使用を中止した航空機の機体を見るために長距離移動することがある。航空省は通常一般に閉鎖されている飛行場や空軍基地に入る機械であり、近くに展示された航空機を見る機械であるため多くのスポッターを引き付ける。登録された航空機の情報は書籍、オンラインリソースに掲載されている。2001年11月、カラマタにある ギリシャ空軍のオープンデーで14人のスポッターがギリシャ警察によって逮捕された。彼らはスパイ行為で告発され、有罪判決が下されれば20年の懲役刑に陥る可能性もあった。6週間の交流期間後、最終的には9000ポンドの保釈金で釈放され、違法な情報収集の軽犯罪罪で告発された。2002年4月、 8人のグループが3年の判決を下し、残りは1年関係を言い渡した。1年後、彼らの控訴で全てが無罪となった。ありがとうございます。